バルザム型情報収集艦は、ソビエト、ロシア海軍の情報収集艦である。バルザム型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は1826型偵察艦である。それまでのソ連海軍の情報収集艦が、漁船や測量船に通信装置や情報収集装置を追加したもので、外艦も漁船そのものであったのに対し、バルザム型は艦隊を灰色に塗装し、 レドームや大型マスト、さらには自衛用の機関砲を有するなど、最初から軍事情報収集を目的とした設計がされている。外観は2つのレドームと2本の通信用マストが目立ち、軍事情報収集に適した設計となっている。また、上構えが大きいことから、他船への補給も可能だと考えられている。自衛用とはいえ、ソ連の情報収集艦で、 固定武装を常備したのもバルザム型が最初であり、環境の前方にある AK-630M30mm ガトリング砲がそれである。AK-630M はソ連海軍の軍艦に CIWS として広く用いられている機関砲であるが、バルザム型には AK-630M 射撃艦製用のレーダーが搭載されていないため、 ブリッジの上に設置された、工学法違反での手動追尾のみ可能である。この他、SAN-5 グレール艦対空ミサイルの4、連装発射機を2機装備する。SAN-5 は、東側諸国で広く用いられる、赤外線誘導系高地対空ミサイルである QK32 の海軍運用型であり、射程距離は約 5km である。発射機自体は、 改良型の QK34 の運用も可能である。ソ連海軍初の本格的情報収集艦として量産された本型は、主にアメリカ合衆国本土近海での原子力潜水艦、基地やケープカナベラルの大陸間弾道ミサイル打ち上げ、試験の監視、北、大西洋条約機構の軍事演習の監視などに多用された。北、太平洋及び日本海では、 航空自衛隊のレーダーサイトや海上自衛隊の護衛艦に搭載されている対空レーダーの電子情報の収集活動に従事している。現在も太平洋艦隊と北方艦隊に所属しており、全身の桃型情報収集艦や後継のビシュニア型情報収集艦とともに電子情報収集を行っている。練習艦としての性格も有しており、 電子戦の戦術訓練のほかに水兵の航海技術の教育も行っている全艦カリーニングラードで建造されたソ連海軍事典。ありがとうございます。